はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード全額還元10万円のチャンス、ウィズキャッシュレスキャンペーンを開設。 V パスアプリがあれば誰でも参加可能ということで、今回は三井住友カードのキャンペーンについてですね、先日新しくなったポイント制度 V ポイントについて解説をしたんですが、今回のこの動画の前半は三井住友カードを持ってる方を対象とした内容、そして後半はカードを持ってない方向けの内容となってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速こちらですね。日頃のキャッシュレスが全額還元のチャンス、上限10万円ウィズキャッシュレスキャンペーンということで、こちらつい先日ですね、発表がありまして、すでに期間はスタートしておりまして、6月15日から8月31日の月曜日までとなっております。で、このキャンペーンですね、対象のカードのお買い物が抽選で1万本全額還元ということになっております。で ちょっとここにも出てるんですけども、エントリー不要でアプリにログインして使うだけ、プラス複数当選のチャンスもということですね。で、当選した場合なんですけども、翌々月のお支払いまでにご利用代金に充当されるということになってますので、まあこれは普段ですね、三井住友カード利用されている方であれば、まあ V パスアプリにこうマイナス表記とかで表示がされるのかなと思います。 けど、この10万円当たったらめちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、上限10万円ということなので、まあ、そこまで使うかどうかっていうのはちょっと難しいところではあるんですけども、普通の私生活で何千円とか数万円とか決済した時にその分が全額当たるって考えたらめちゃくちゃテンション上がりますね。そして、キャンペーンの流れですね。それぞれお伝えしていきます。 まず一つ目、VPASS アプリに登録、ログインということなんですけども、まあこれはもう先ほどお伝えしたことに関連するんですが、三井住友カード、クレジットカード利用されている方であればもうすでにご存知の方多いと思うんですけども、この VPASS というようなアプリがあるんですけども、必ずそのスマートフォンで VPASS アプリにログインしていただく、それだけで大丈夫です。 で、他にもですね、PC、パソコンですとか、スマートフォンでのブラウザで VPAS も見ることができるんですけども、これは VPAS アプリとはまた別になるので、必ずスマートフォンの VPAS アプリでログインをしてください。もうそれだけで大丈夫です。これがまず一つ目、VPAS アプリに登録についてですね。次二つ目、対象カードでのお買い物ということで、まあ、この対象カードでのお買い物なんですが、 ま、ざっとご覧のようなカードが対象となっております。ちょっと全部読み上げると長いので、一部だけ読んでいくと、まあ、三井住友カードであったりとか、エブリプラスもそうなんですけども、SNBC カード、ワンズカードとか、こういったカードが今回の対象となります。で、一応ですね、三井住友カードから発行されているような、例えば、ビザナインペイクレジットカードとか、そういったものは今回、このキャンペーンの対象となってないので、そこはお気をつけください。あくまでも三井住友カードが対象ということになります。 そして、このカードでお買い物するときの場所なんですけども、このビザとかマスターとかのロゴが書いてるところであれば対象となります。あとは、タントンでおなじみの ID 決済であったりとか、右下にも出てるんですけども、タッチ決済のマークですね。これがあるところであれば、ここも対象ですよということになります。以上が2つ目の対象カードでのお買い物についてでした。次3つ目ですね、抽選期間ということなんですけども、 こちらのキャンペーンですね。先ほど冒頭にもお伝えしたんですけども、期間が8月31日までということだったんですけども、今回2つ分けられております。第1回と第2回というふうに分けられてまして、第1回目はもうすでにスタートしてるんですけども、6月の15日月曜日から7月の31日の金曜日までとなっております。で、第2回に関しては、8月の1日の土曜日から8月の31日の月曜日までとなっております。まあ、期間で言うと、第2回の方が、まあ、ちょうど1ヶ月、 ぐらいなので、少し短めとということですねでその利用期間を経て当選発表なんですけども、まず第1回の当選発表は8月の14日金曜日まで当選発表がされるということになります。で、第2回に関しては9月18日の金曜日までとなっております。で、当選発表のされ方なんですけども、まあ、V パスアプリに登録されているメールアドレスであったりとか、そのアプリでプッシュ通知が来るみたいなので、まあ、そこはですね、当選された時にぜひチェックしていただければと思います。 で、このキャンペーンのページの中にですね、よくある質問というのは簡単な Q&A があったので、僕なりにちょっと気になったところだけピックアップをさせていただきました。まず、どんな利用が対象というところで、まあこれどういったことかというと、どこで使ったりとか、いくら以上使ったらいいのかっていうような答えがありました。それがこちらですね。 じゃんということで、まずそれぞれ見ていきましょう。まず対象カード税込み10円以上のお買い物が対象となります。もうこれ本当に少額でも対象となるので、まあ本当にどこに行ってもとりあえず三井住友カードで決済するだけでもいいんじゃないかなと思います。まあ大体が10円以上であれば、 ちょうどいいようなお買い物ができるかと思いますね。で、次にプリペイドカードや決済アプリ、こういったのも対象となります。他にも電子マネーチャージですね。他にも ETC であったりとか、各種公共料金や納税ということで、ここもいいですよね。まあ、公共料金であれば普通に電気代とかガス代とかね、そういったものでも対象となるので、全然これもいいですよね。 あとは、ビザのタッチ決済。まあ、ここ最近はね、ローソン以外でも、セブンイレブンでもタッチ決済が導入されたので、まあ、そこでもしね、セブンイレブンで利用されている方であれば、ビザのタッチ決済も対象となるということになります。あとは、三井住友カードの ID 決済であったりとか、Apple Pay そして Google ペ y も対象ということになります。 で、さっきちょっとお伝えしたんですけども、実際にエントリーは必要なのかというところなんですけども、こちらはですね、エントリーが不要でして、まあ、必ず先ほどお伝えした VPAS アプリでのログインが必須となりますので、も、ま、う、あ、そこだけ行えばキャンペーンの参加が可能ということになります。そして、一人一回しか当たらないのかというところなんですけども、 ここはですね、まあ、こう書いておりました。ご利用ごとの抽選になるため、複数回当選するチャンスがあります。ということでございました。まあ、抽選にはなるので、まあ、確実ではないんですけども、もしかすると人によっては当たったりとか当たらなかったりっていうようなパターンもあるみたいですね。まあ、合計1万本ということでございましたので、まあ、当たったらラッキーみたいな感覚でいるのが一うでいいかなと思います。で、ゆずひこの好きなお菓子はということなんですけども、それはもちろんバナナチップスチョコですね。そうしましたら、ここまでがですね、三井住友カードをすでに 持ってる方向けのキャンペーンなんですけどもここからはですね三井住友カードまだ持ってない方に向けたキャンペーンも含めてお伝えしますこちらですね新規ご入会限定三井住友カード新規入会 &V パススマホアプリログインで漏れなくご利用金額の20%括弧8000円分をプレゼントということですねまあ、これはもうすでにずっとですね去年ぐらいから開催されているキャンペーンとなっておりますまあ、僕はこの時20%還元キャンペーンでトータルで12000円分還元され 出る時に僕は三井住友カードを作りましたそれが今だと最大8000分までの還元となっておりますで一応三井住友カードの普通の通常のカードを作成した場合初年度は年会費無料となっておりましてそれ以降に関しては通常税込1375円がかかるということになっておりますでもしですね三井住友カードを作ろうかなという方がいらっしゃいましたら先ほどのキャンペーンも含めてなんですけどもモッピーというポイントサイトで作成するのが結構お得であります というのもですね、モッピーで作成したら、今左下にも出てるような3000ポイント分をゲットすることができます。なので、その3000ポイントは3000分の現金として利用することもできるんですけども、まあ、いろんなポイントに交換することもできるので、ちょっと作成検討されてるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、モッピーを経由して作成するのがいいんじゃないかなと思います。で一応新規で作成される方向けにですね、どんな感じになるのかっていうことで簡単にまとめました。まず一つ目は、モッピー系で作成することによって3000分をもらうことができまして、 で、2番目、三井住友カードの20%キャンペーンですね。これであれば8000分をもらうことができます。もうこの時にすでにもう1万1000分が実質もらえるということですね。そして3番目の今回の動画の冒頭でもお伝えした全額還元のチャンス。まあ期間が間に合えばこれにも参加することができるということになるので、ちょっと新規で利用されるのをどうしようかなというふうに検討されている方はこういった方法であれば、まあさらにお得に参加することもできますので、検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。 まあそんなこんなで今回は、水キャッシュレスキャンペーン、そして新規ご入会限定のキャンペーン、それぞれについてお伝えをさせていただきました。まあ僕自身はですね、本当に今はビザラインペイクレジットカードをメインで使ってるとこではあるんですけども、まあせっかくですね、今三井住友カードをあの僕も持ってるので、まあちょっと参加してみようかなというふうに思っております。まあこれで当たったらね、あのおまけの部分でお伝えするか、もしくは Twitter とかでもお伝えできればなと思いますので、まあちょっとあまり期待はせず、 当たったらいいかなっていう感じで使ってみようかなと思っております。で、今回お伝えしました、三井住友カードのウィズキャッシュレスキャンペーンの公式リンクであったりとか、で、新規ご入会限定のキャンペーン、そして先ほどお伝えしたポイントサイトのモッピーですね。こちらについてのリンクも下の概要欄にリンク貼っておりますので、まだ登録されてない方はチェックしていただければと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、今回の三井住友カードの内容にちょっと関連はするんですけども、少し前に僕動画でお伝えさせていただいた三井住友カードの新ポイント制度ですね。こちらの時に動画でお伝えしたんですけども、僕あの三井住友カードのパルテノン神殿のデザインから今の新しいデザインに切り替えの申請を行いまして、つい先日ですね、僕の手元に新しい三井住友カードが届きました。まあ、結構前からね、デザインは変わってたんですけども、僕自身がまだデザインの変更の申請を行ってなかったので、まあ、なんとなく ちょっっと今回はは申請を行って手元に届いいいた次第ではございますいや本当にね、届いて、まあ、実際に触った印象だったんですけども、本当、表面はかなりツルツルした印象で、デザインもなんか思ったより結構かっこいいなというような近未来的なイメージですね。まあ、ここはね、本当いろいろ賛否両論あるようなデザインのカードではあるんですけども、個人的には全然結構かっこいいなというふうに思っております。で、一応ですね、旧カードというか、 パルテノ神殿のバージョンの方と並べてみると、まあもう本当にね、ガラッと変わってるので、まあどっちがいいっていう風に本当に色々意見はあるんですけども、まあ実際に僕もね、下の緑色の三井住友カードですね、これを使い続けても全然ありなのかなと思います。 ちなみに新しくなった三井住友カードに関しては、カードの裏面にカードのクレジットカード番号であったりとか、あとは有効期限なども記載がされているので、ほんとそういったところに関しても今風なカードになっています。まあ、ちょっと本格的に使うのはちょっと今年は何とも言えないとこではあるんですけども、そのウィズキャッシュレスキャンペーンも含めて少し使って楽しんでみようかなと思っております。ということで、ありがとうございました。